全部。うん。ところで、私の予想通りだったら。ガーディアン、姫。二人とも無事だったか。一体何が起きたの？城の上の方からおぞましい規制が、インベーダーの奴ら急に逃げ去っていって。二人とも終わったのか。うん、ダークメイガスはもう、つまり全部終わった。もう家に帰ってゆっくりしていいんだよね。いや、まだ一番重要なことが残っている。あれは、そう、あれで過去に戻れる。なるほど、術式の使い手が消えたから脳筋君はもうこの世界に縛られなくなったってこと？先ほど私たちが目撃した半物質現象、それもきっと今この瞬間の前触れだったのだろう。奴が過去に戻ったら俺たちも幸せだった頃に戻れるのか。いや、そうとは限らない。ブラウン理論によると私たちの世界は変異するだろうけど、トランク理論によるとガーディアンの世界と私たちの世界は別々に分かれることになる。そのどちらかの副産物が半物質って可能性もある。ねえ、どっちを選ぶのかあなたが決めて。私は待ってるから。それと、ここまで来る途中に私が言ったことを、もう決まった？あなたならそう言うと思った。あなたを待っているみんなのためにも、私も、それが一番正しい選択だって。正しい。なんで、どうしてこんなに、私は、何度も覚悟を決めたはずなのに、こんなところ見せないって、決めたのに。来ないで！約束、私、強くなるって。ねえ、私が危ない時、いつもあなたが駆けつけてくれた。今回なんて10年という時を超えて来てくれた。あなたが過去に戻っても、もう二度と会えなくなっても、私いつか笑いながら言えるようになるかな。ねえ、私、よくやったでしょって、一人でもあなたが自慢できるくらいの姫になれたよって。you
丈夫。行って。あのポータルの向こうへ、あなたを待っている人がいるから。達者でな。過去の私たちのことも頼んだぞ。オマギトンコイルの電熱係数は 2.718 歳を忘れないで。元気でね。過去の私によろしく。また怒ってる。だからお前んところの騎士逃げたんだろ。違うもん。今はただ冒険に出かけてるところなの。すぐに戻るって言ってたもん。泣いてやんの。ガーディアンが戻りましたね。いくつもある世界線の中のどこかへ飛ばすというのは斬新なアイデアでしたが、こういう結果になるということは、あなたの試みすらも所詮システムの一部だったということでしょうか。あのアイデアが一体何個目なのか、あなたは覚えていますか。あなたは今や自身のエゴに支配されています。そのエゴは私やあなたよりずっと大きな存在。今日は随分とおしゃべりだな。カミラの妹が気になるのか。あからさまに避けるとかえって目立つぞ。確かに。あいつが戻ってきたのは予想外だ。カミラの妹がそこに関わっているのもうなずける。些細なバグにすぎません。余裕がなさそうだな、女王。今日も交渉は決裂ですね。いつものことだろうよ。
細な事象にあまり固執しすぎない方がいいですよ。ガーディアンは必ずやかの剣を持ってあなたの前に立つでしょう。あなたたちという存在は